イタリア共産党、イタリア共産党、イタリア共産党、PCI は、イタリアに、かつて存在した政党、共産主義を掲げた政党だった。本部を、ローマ、ラツヨ州に置き、左翼民主党へ移行するまでは、トスカーナ州、エミリアロマーニャ州、ウンブリア州といった、中部イタリアを基盤とし、西側諸国における、共産党としては、最大の勢力を有していた。 1921年1月に、リボルノのゴルディの劇場で、イタリア社会党、PSI 第17回大会が開催される中、共産主義派はアマデオ・ボルディーガの呼びかけにより、サンマルコーニ劇場に集まり、コミンテルン支部及び、イタリア共産党の創立を宣言した。ニコラ・ボムバッチ、アントニオ・ブラム氏、パルミーロ・トリアッティラも参加。同年5月15日の総選挙で30万票を、 獲得し、16人が当選した。しかし1922年10月に、ベニート・ムッソリーに率いるファシスト党が政権を掌握すると、アマデオ・ボルディーガラ党幹部が次々に逮捕され、組織分解を余儀なくされる。1924年5月には、アントニオ・グラム氏が帰国し、非合法に共産党、第1回全国協議会を開催するが、1925年には、 ファシスト党が共産党の残党を制圧し、翌1926年に、フランスのパリに指導部が亡命すことを余儀なくされた。上に、亡命に失敗したアントニオ・ブラム氏が逮捕され、投獄された。その後は、グラム氏の友人のパルミーロ・トリアッティが初期長の座を継いだが、ファシスト党の一党独裁が続いたため、イタリア国内における共産党の活動は弾圧されたままとなり、 トリアッティはフランスからスペイン共和国に、さらにはソビエト連邦へと亡命を続けることになった。1939年9月に第二次世界大戦が勃発し、1940年にイタリア王国も数軸国側として参戦したものの、1943年7月にはシチリアに連合国軍の上陸を許すなど劣勢となった。その結果、同月には、 イタリア王、ビットーリオエマヌエーレ3世の命令で、ムッソリーニが逮捕され、9月にはイタリアが連合国軍と講和を結んだ。しかし直後に、ドイツ国防軍がイタリア本土のほとんどの部分を占領し、ドイツの傀儡政権のサロ政権が樹立され、ムッソリーニの側近となったボムバッチはこれに参加した。1944年にはトリアッティが帰国を果たし、 岩野エ・ボのオミ内閣で副首相に選ばれる。その後も連合国軍や共産党審判が多くを占めたパルチザンとドイツ国防軍との戦いが続き、1945年5月にイタリア北部を占領していたドイツが降伏する。ヨーロッパにおいて第二次世界大戦が終結した後に行われた、いわゆるサレルノの転換により、 1945年6月から1947年5月まで、アルチーデデガスペリの巨国一致政府に参加。トリアッティが副首相と法務大臣に就いた。その後イタリアから王政が廃止されて、共和制が敷かれる中で勢力を拡大していく。1956年12月に行われた第8回大会で、社会主義へのイタリアの道、いわゆる構造改革路線を、 採択。イタリア共産党は、ムッソリーニ政権を打倒したパルチザンの中心的な役割を担っていたことや、冷戦下で隣国のユーゴスラビアまでが共産化された中で、ソビエト連邦をはじめとする共産主義陣営から豊富な活動資金が流れ込んだことなどから、西側諸国の共産党では、異例の高い支持率を誇りた。しかし、宗教の存在を否定することから、 カトリック教会の総本山であるバチカンからは、波紋を言い渡されるなど、逆風も受ける。1973年10月には、貴族階級出身のエンリコベルリンゲル書記長の主導により、投稿領から、マルクスレーニー主義や、プロレタリア独裁、暴力的革命の達成を放棄するなど、独自の穏やか化路線を取ることで、国民の間に蔓延する、共産主義と極左に対する、 恐怖心を和らげることを目指した。さらにベルリンゲル率いる主導部は共産主義がその存在を否定するキリスト教を教調とするキリスト教民主主義との協力路線を打ち出し歴史的妥協政策による連立政権の樹立を図ることとな。またソ連による1968年のチェコスロバキア侵攻、1980年の アフガニスタン侵攻を公然と非難する上に、ドイツ社会民主党や社会主義インターナショナルに接近するなど、ソ連と距離を置きつつ、独自の政策を進めるユーロコミニズム路線を推進し、1975年に行われた議会選においては、得票率が30%台に伸長、首都のローマやボローニャ、フィレンツェをはじめとする地方自治体の長を数多く排出し、 世界各国から多くの注目を浴びた。しかし、歴史的妥協政策による勢力拡大は一時的に支持者を伸ばすことに成功したものの、冷戦下のイタリアにおいて、キリスト教民主主義内の右派やカトリック教会、大企業や労働組合、さらに、要強政権の成立を嫌ったアメリカ合衆国の意を受けた右派から、イタリア共産党の独自路線に強い不快感を示した。 ソ連や共産主義の原理原則に忠実な党内左派に至るまで様々な勢力による思惑、利権が入り混じったこと、さらに旗振り役のベルリンゲルが1八十四年に休止したことなどから結局成功しなかった。また、このような共産党の勢力拡大はイタリアの左傾化を警戒するアメリカのみならず、マフィアやイタリア軍部内の右派をも強く刺激し、その結果、 ネオファシスト系の団体やロッジピーニが関連した左翼テロによる仕業と見せかけることを目的としたボローニャ駅爆破テロ事件をはじめとする様々な極右テロを引き起こすことにつながったイタリア共産党と同様に純然たるマルクス・レーニン主義を掲げていたイタリア社会党でも共産党の躍進を嫌ったベッティのクラクシを通しとスルー派が主導権を握って右旋回を行い 中道路線に修正した。これにより、社会党は1980年代からは大連立により政権に参加するようにようになったが、この結果政党同士のなれ合いが横行するようになった。イタリア政界では、冷戦終結後の1990年代に、タンジェントポリと呼ばれる大規模な汚職が発覚することとなった。1985年に、 ミハイル・ゴルバチョフがソ連共産党書記長に就任し、ペレストロイカを推し進めている最中の1988年6月にアキレ・オケットを書記長に選出。さらにその直後に冷戦が終結し、ソ連による各国の共産党に対するプレッシャーがなくなる中、1991年2月に開催された最後の第20回党大会で左翼民主党、PDS。 後の左翼民主主義者への移行、事実上の回答が決定される。その後、アルマンド・コスッタやファウスト・ベルティノッティラは共産主義再検討、PRC を結成。1998年には、ロマーノ・プローディ政権三角への対応をめぐって、アルマンド・コスッタらは左翼民主党を再度分党し、イタリア共産主義者党を結成した。イタリア共産党、 会派に修正所属していた欧州議会議員はユーロコミュニズムを反ヨーロッパ主義に発展させてを創設し1984年に欧州議会で欧州連合設立条約草案を可決させたことからい,いに欧州連合の父の一人に数えられエスパース、レオポルドの建物やジャックドロール元欧州委員会委員長らが属するに名前を残すなど様々な形で 欧州統合の象徴的人物として検証されている。2006年には、かつてはイタリア共産党の議員団長も務めたジョルジョ、ナポリターノが第11代イタリア大統領に就任した。西側先進国で初の共産党出身の大統領となった。2016年、イタリア共産主義再建党から分派したイタリア共産主義者党は、絵の名称変更を経て、 イタリア共産党の名称を使用することを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。